私は膵臓学会というところでがんの登録にも関わってますので、そこはちょっとお話をしたいと思います。下瀬川先生がおっしゃったように膵臓がんというのは今やはりまだ増えている病気、胃がんによる死亡率っていうのはずっと減ってきてるんですね。ところが膵臓がんと胃がんの大きな違いというのは、膵臓がんというのはやっぱり亡くなってから亡くなるまでの病気にかかってから亡くなるまでの時間が非常に短い。胃がんの場合は男性が青い四角ですけども、この40歳ぐらいで病気になり胃がんになり始めますが、実際に亡くなるのは60歳を過ぎてからというこういうふうに20年間ぐらいの間があるんですが、膵臓がほとんどなったと思ったら来年いなくなっちゃったということが起こるわけです。これを何とかしないといけない。さっきこの図も出ましたですよね。ひどいところにあります。膵臓がんの5年生存率はいろんながんの中で最低です。これは若いブラックジャック成り立ての研修医ですけど、言っても誰もそう得をしません。辛い気持ちにさせるだけだからですという文句があります。これは本当にこういうお医者さんに見られたら、じゃあどうしましょう。本当のことを言ってもらえなかったら、じゃあどうしましょう。本当のことを言わないのが本当にその患者さんのためなんでしょうかということであります。で、説明っていうのはいろいろしてもらわないといけません。その病気の一体、じゃあがんは私のどこにあるんですか、どれぐらい進んでるんですか、どれぐらい悪性なんですか、私は手術を耐える体力があるんですか、私は最後はとにかく苦しまないでいきたいんですけど、そういう死生観をどれを持ってらっしゃる。それから治療法いろいろあります。外科手術がいいんですか、薬がいいんですか、放射線ですか、免疫治療ですかということがあります。で、こういういろんなデータを皆さんも見ることができます。膵臓学会というところのホームページにこういうデータが載せてあります。ちょっとパスワードがいるかもしれません。ただ公表されています。膵がんのリスクファクター、これはもうお話がありましたけども、ちょっと先ほどの膵がん登録からのデータを示します。年齢が増えるとどういうタイプのがんが顔つきのがんが出てくるかというのを書いてる。まあ大体は悪いんですけど、年齢が若い時に発症したがんの人たちはこういう低分化型腺がんという顔つきが非常に悪いものが実は若い人の方に多い。年取ってからできるがんはおとなしいって時々言われることがあるんですけどね、若い人のがんは非常にたちが悪いです。あとタバコと膵がん、タバコを吸った数40本を20年あごめんなさい1日20本を40年間吸うと、この喫煙指数っていうのは800になります。20歳から吸い始めて60歳まで吸いました、800です。そうするとここにがんのピークがある。だいたい65歳ぐらいのところにピークがある。で、実はもう一つここにピークが隠れているんです。全く吸わないのに膵臓がんになりました。70歳ぐらいです。寿命が5年縮まっているんです。ね。で、それはちゃんと統計学的にも有意がありますので、で、それからあとお酒は本当に大丈夫か。で、飲んだ分、タバコを吸った分でやっぱりちょっとですね、これは赤い方が若いんです。若いのに膵臓がんになっている人がお酒も飲んだ、タバコも吸いましたという人がここにいるということであります。ところが、じゃあ悪いことしなかったから私ががんになるはずないということが言えるかっていうと、やっぱり言えないんです。タバコを吸ったことがなかったと書いてるにもかかわらず、がんになっている人はいっぱいいらっしゃいます。そしてその方の生存曲線というのを見ると、全くタバコを吸った人と変わりません。ですから膵臓がんになるとみんなやっぱり悪いんです。そういうのも事実です。ただ出る時期が遅くなりますので寿命は長いんです。で、組織学的な診断をつけましょうというお話がありました。で、これはやはり専門病院でなきゃできません。先ほどの内視鏡的な生検というのは専門病院でなくてはできませんので、ぜひそこに行ってくださいということで、こういうのは専門家がちゃんと頭の中入ってますので、皆さんが覚える必要はありません。ただお示ししたいことは、ガイドラインというのが一般の方も見れるようになっていますが、よく分かりませんよね。で、これをどう解釈するかっていうのは我々専門家でも難しいぐらいです。それからその人によっては、この僕の病院だったら取れますよ、いやこれは取らない方がいいですよって判定する外科医の経験とかそのチームとかいろんな違いがあるわけです。ですから一概にたくさんやってるからいいとか、少ししかやったことがないからダメだとか、なかなか言えないわけですね。それからじゃあ切らない方がいいですよということを判断した後に、どういう治療をするか、抗がん剤についてはあんまり詳しく知らないんで専門の病院に任せましょうという先生がいい先生なのか、いや私が抗がん剤をもうやりますよという先生がいい先生、これまた非常に難しいところです。で切除しない方がいい場合は我々はこのように考えております。やはり転移がある時、肝臓に少しでも小さくても転移がある時は切らない方がいいだろう。それからお腹の中にパラパラとまき散らされている時はやっぱり切らない方がいいだろう。それから離れたリンパ節への転移がある時、それから非常に局所で進行している時ですね。でちょっとこの辺は省きます。時間がちょっと押してますので、症例登録が多い方が少しいいようだということなんですが、あんまり気にしないでください。見てもらった先生を信じるというのはとても大事なことです。